はい。ということで、神明公園でいいんですかね。神明公園？違うっていう方いましたら、違うと、コメントください。こちらですね。まあ、公園なんですけども。なんか、つかないな。あ、ついた。公園なんですけれども、なんでもですね、処刑場だったらしいんですよ、あの江戸時代の。で、まあそれとは別にですね、後ろの神社があるんですけどね、そこで自殺した方がいるっていうことでね、その方々の目撃例があるんですが、まあ処刑場だったっていうことでね、罪人の霊が呼んだんですかね。トイレ付近も怪しいっていうふうに聞いたんだけど、まあいいや、とりあえずそのあっち行ってみましょう。あの神社の方、神社どこら辺にあるんだろう。ああもう神社だ。あはあ、ね、写真も撮りつついきたいと思います。あ、なるほどね。あはあ、木もあるし、これ首吊りでしょうかね。自殺は、あ、狛犬さんもいますね。お邪魔します。おお、なるほどなるほど。隣道なんすけど、すげえ車通ってんな。はあ、てか救急車、はあ、なんかでもこじんまりとしたいい神社じゃないですかね。はあ、あ、写真写真。もしかしたら、もしかしたら心霊写真が撮れるかもしれないんで、以前はあれですよね、オーブとかは撮れましたね。あ、稲荷神社。おー、警報器か。まあまあ、ここがね、あの目撃例が一番多いというか現場らしいんだけども、車がねかなり通ってるから、ちょっと怖さ的なものはないですよね。
どうですかね、一周してみましたけどね。水もあるしね。これはでもなかなかいい神社ですよ。ね、処刑場だったっていう。まあ神社はこれ違うと思うんですけれども、下ですよね。公園が。ただね、その生首が飛んでたとかね、そういう目撃例は。とりあえず調べた限りではなかったんですけども、トイレ付近っていうからこの辺もなんかあれなのかな、目撃例があるかな。ね、トイレ中まではまあさすがにいかないですけど。なんかでもね、寒気みたいなものはするんですよ。ここ。ちょうどここだからちょっと止まってるんですけどね、ゾワーッとこう背中に。いや、処刑場跡ってあの秩父の方でも、埼玉県の秩父ですか、あそこも行ったことあるんですけども、土壇場、あれは土壇場なんですよね。ここはね、貼り付き獄門で晒し首らしいですよ。はい。越後藩？なんだ？越後なの？越後だよな。何藩なんだろう。ちょっと歴史ね、あのサボってて何藩だかちょっと。わからないですけど。さあ、ということでね、何か見えたよ、聞こえたよって方はね、ぜひねコメント欄にコメントいただければ喜びます。あとはまあ不定期で、動画上げてますんで、チャンネル登録していただけると、あの、あ、こいつ新作出してやがるっていうのがわかると思うんで、ぜひねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。